今回はハノイの世界遺産旧ハノイ城のタンロン遺跡とハロン湾を観光します。ダナンからハノイまで1時間半で行きます。衛兵の一行がホーチミン廟の玄関方向に向かって歩いています。衛兵の交代式が始まります。厳かな雰囲気の中、新たな衛兵が登場し、その儀式が行われます。衛兵の交代の瞬間がやってきました。前任の衛兵が儀式的に歩み去り、新たな衛兵がその役割を引き継ぎます。こうした伝統行事を見ると、ベトナムの歴史と文化をより深く理解する気がします。次は旧ハノイ城タンロン遺跡を訪ねます。未だに続くタンロン遺跡の発掘調査、旧ハノイ城裏の発掘現場がガラス越しに見えます。キンテイン殿、かつての皇帝の宮殿で未だ発掘中です。現在は竜の形の手すりがついた階段のみが残されています。現在は立ち入り禁止です。ハノイの列車通りカフェでは、毎日多くの観光客が列車の通過を楽しんでいます。彼らの動向を見てみましょう。
わあ、ここって本当に列車が通るのすごいね。日本じゃなかなか見られない光景ですよね。列車通過まで時間があるので夕飯を先にいただきます。ローカル系のブンチャーの人気店に行きました。新鮮なハーブや野菜とともにジューシーな肉がたっぷり盛り付けられています。この大盛りの方をつけ汁でいただきます。列車通過までの時間を列車通りカフェで待ちたいと思います。まずはココナッツジュースとベトナムコーヒーを注文しました。1時間待っても列車は来ません。ジュースを飲み終わって次はビールを注文しました。2時間待っても列車が来ません。しびれを切らして少し周囲の様子を見て回ることにしました。みんな待ちくたびれているようです。早く来てくれよ。2時間以上待って周りが慌ただしくなってきました。そしてやっとその時が訪れました。列車通過の瞬間です。警笛音とともに赤い列車がやってきます。列車が通過する瞬間、観光客たちは興奮と感動の声を上げます。列車が去った後、観光客たちはその感動を共有し合います。Day 5、ハノイのホテルから車で2時間半、ハロン湾へ向かいます。このツアーは世界遺産ハロン湾クルーズ1日観光1人220米ドルです。日本円で1人約3万3000円、ランチ付きです。
ベトナム5泊6日の旅はまるで冒険映画のようなスリリングな体験でした。ダナンではミーソン遺跡やホイアンの美しい景色に目を奪われ、歴史に触れた感動的な時間を過ごしました。ハノイでは列車カフェで一息つき、ホーチミン廟の衛兵の交代式を見学、旧ハノイ城やタンロン遺跡、そして旧市街地を歩き回り、古都の魅力に魅了されました。地元民のお気に入りのブンチャー店で食事を楽しんだのも忘れられない思い出です。そして最終日、ハロン湾クルーズでの冒険が待っていました。鍾乳洞やハロン湾山の頂上から見る景色はまさに絶景。帰りのサービスエリアで食べたシンプルなケイフォーは心温まるフィナーレとなりました。今回の旅はまるで夢のような体験で、再びベトナムに行きたくなるほど魅力的でした。